もしもし。丸尾の精子くれませんか。よーい、はい。どんな映画なの。東京の若い専業主婦、描こうかなって思って。ん、どうした。うん、で大好きなんですけど、で性欲が湧かない。手も出してこなかったし。それは冗談だよ。こういうのは若いに越したことないからね。お兄ちゃんとはうまくいってる。何をお願いしたの。それ言ったらダメなやつじゃん。好きなのに性欲が湧かないっていうのは何か理由があるんですか。私はさ、子供ができないとケイちゃんと一緒にいられない気すらしてるんだよ。これも映画のため。僕はただアキと一緒にいたいだけで。